柳橋は、かつて、東京都台東区柳橋に存在した花町。現在の台東区柳橋一丁目あたり、新橋の花町が明治にできたのに対し、柳橋は、江戸中期からある古い花町である。柳橋に敬意が登場するのは、文化年間で、大田南保の記録によると14名が居住していた。1842年。 水野忠国による改革で深川などの丘場所から逃れてきた芸儀が移住し花町が形成される。やがて洗練され江戸市中の商人や文化人の奥座敷となった。幸いにも交通便にも恵まれ隅田川沿いに位置していたため風光明媚の町として栄えてくるようになる。1859年には芸儀140名から150名に増加した。明治期には 新興の新橋と共に、竜新寺教と称されるようになる。大学生にも人気の盛り場として賑わった。明治時代の客筋は、ほぼ章が5割、髭3割、雑2割。この頃は、柳橋芸者の方が、新橋より格上で合同した場合は、新橋の者のは、柳橋より三寸下がって座り、柳橋の者が三味線を弾き始めないと弾けなかった。 1928年には、料理屋、待ち合合わせて62件、芸技366名の大規模を誇り、芸技の儀芸も優れ、新橋演舞場や明治座に出演し披露していた。代表的な料理屋は、伊藤博文が利用した、亀清四郎であった。第二次世界大戦による休業と、被害、敗戦を経て復興した。1952年は、 両邸57軒であったが1964年の東京オリンピック以後、衰退していき、特に隅田川の護岸改修で景色が遮断され、花町にとって大きな致命傷となった。それでも、花町は世間に迎合せずその伝統を守り通し、1999年1月、最後の両邸、稲垣が廃業し200年近くの歴史に終止符を打った。現在は、 マンションやビルが立ち並び、一部の場所で花町の痕跡が残っている。三都科街巡り、松川次郎著、二台芸者 P114, 二台芸者 P74。ありがとうございます。